回転が、必要な場合の画面です。ここをクリックしましょうか。切り取りと回転というものが出てきます。切り取りと回転というメニューが出てきますので、その切り取りと回転を選びますと、こういうふうに切り取りとそれから回転と。で、この場合は、時計回りに90度回転する下絵になっていますので、逆に、反時計回りに90度回転する。これで完了とやると、画像が正常な形になった状態で再現されます。わざとやったね。